姉ちゃん。寝不足？あんまり眠れなくてね。ああ、でも、夏はエビ。ウェンディの声。おい、何があった？夏、ウェンディ、ウェンディ！お前ら、ウェン、くそ！やれやれ、お出ましか。愛が精霊を強くする。レグルスインポスター。よし。カリーの絶景。アイスメイクハンマー。へ、楽勝だぜ。てめえら、誰の差し金だ？助けてくれ！レイヴンテイル。なんて奴らなの？ウェンディを襲っただけでなく。襲う？少女？エルザじゃなかった。おい。ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい。昨日はご迷惑をおかけしました。それにしてもレイヴンテイルの奴ら、やることが露骨に汚ねえな。一人一人戦力を潰していくつもりか。目的はわからんが、私たちを場外でも狙うつもりなら、警戒を怠、こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には、一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに、それに、宿で寝ている少女という条件だけで、ウェンディを選んだのはどうして？本当の目的は？さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。今日は私に任せてください。休んだ分、体は絶好調です。期待してるぞ、ウェンディ。二日目の興味はパンデモニウム。参加人数は8。この神殿の中には100。最強クラスのモンスター。皆さんに、モンスターのクラスはランダムで。一度にたくさんの。そして、選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎ。最強クラスは、聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど、一巡に一体じゃ他に。ここは私が行こう。それでは、くじで順番を決めます。参加者はくじを引いてください。一番。ラッキーだね。一番たくさん自分の順。この競技、くじ運で全ての勝敗がつ。くじ運で、いや、どうです。いや、これは100対全て私が相手する。挑戦権は、100だ。無理ですよ。一
人で全滅できるようにはせ。構わん。え？え？カッソ、行くぞ！ペンタグラムソード！カッソ、ドミニティソード！行くぞ！ペンタグラムソード！カッソ！ユニティソード！行けた！ここからだよ！頑張って！おお！ボトンスライド！なんとかこらえる！ボトンスライド！ボトンスライド！カッソ！天輪の鎧！サークルソード！ボトンスライド！ほう？まだまだ！まだまだ！ボトンスライド！ボトンスライド！
ぞ。行くぞ。ペンタグラムソード。我々の勝利だ。なんとこれが7年前すか。私覚えてる。フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。あとで俺と勝負しろ。おいおい、まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリーテイルへ。全てのチームの結果が出ました。その調子です。
いよいよバトルパートだな。今日出場者は頑張れよ。落ち着いて戦えば大丈夫。はい。やつらはまだシェリアン思いっきりやってきなさい。はい。したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。天竜の逆逆天神の舞。天神のフレーズ。行きます。行きます。天神の行きます。天神の行きます。タッヤッ。天神の行くよ。天神のドボーン。大丈夫、まだ行けるよ。ヒール。
ゴッドスレイヤー、驚きました。ピオンから聞いてたんだ。フェアリーテールにあたちょっとやりすぎちゃったかな。ごめん、平気です。戦いですから。せっかくだから私、戦いを楽しむってよくわからないですけど。うん、それでいいと思うよ。天神のここまでつなげて、私だって本気でやります。滅竜奥義召喚天空戦、なんだ、こいつ。傷が消えている。大丈夫？私、戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えて降参してもいいよ。ね？できません。私がここに立っているということは、情けはいりません。私が倒れてる。うん？それが礼儀だよね。はい！滅竜奥義召喚天空戦、じゃあ今度は私が大技出すよ。この一撃で楽にしてあげるからね。やばいぞ、一気に。滅竜奥義召喚天空戦、天神のドボーン。やばいよ。
今は耐えるんだ。やっ、滅人奥義、天の村雲。ごめんなさい。せっかく修行したんだ。天神のフルーツ、天竜の巻き爪、天神のフルーツ。やばいぞ、一気に。天竜の巻き爪、そろそろ行くよ。天神の、天神の、天神の巻き爪、天神の舞。やばいよ、いつ、天神の巻き爪。この一撃で楽に。滅竜奥義、昇破天空戦。やばいぞ、一気に行け。ここで時間切れ、試合中。よく頑張った。両者ともに。シェリアもウェンディもよくや。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高い。いえ。あ、私もねえ、友達にな。私なんかでよければ。違うよ、友達の。友達になろう、ウェンディ。
私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ。相手はマーメイドヒール。女性だけのギルドだな。始める前に、申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか？そのような感情はしかし、賭けとは成立した以上、必ずでは、その覚悟が誠なものなれば、受けて立つのがセイバートゥースの前に立ったのが、あなたの不運。開け。恩刀、不具大天。抜かぬ太刀の壁。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けを。私が敗北。命。はい。あのセイバートゥース。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かった。後者だな。奴は試合中、いつ手加減してるってこと？わからん。それ。ルーシー、お客さんだよ。私に？あなた。ルーシー様に大切な用事。セイバーが何の。ナツさん、厚かましい申し出ではありますが、これを総魚球の鍵と天秤球の。そんな無理。一日目、あなたを見た時から決めてました。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。でもどうしてですか？だからこそ、私より優れた精霊魔導士であるルーシーさん。嬉しい申し出だけど、あなたはすでに王道十二門の鍵、この二つと合わせて十二の鍵すべてが揃うのです。世界を変えると。ただの古い言い伝えです。あなたはやっぱり精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単、うん、いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。またお会いで。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃う。昔はね、全部揃えてやるんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとてもた。私には、あの人と精霊の絆は切れ。ルーシー、俺。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。お前、悪い奴じゃねえんだよな。ほら、夏ってば、セイバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。
だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人に。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分。いいえ。いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。私人にこの去年やっと入れたのに、私は大勢の人の前で裸にし、悔しくて恥ずかしくて自尊心も思い出も全部壊されちゃって、それなのに私。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナチュ、はい、すみません。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。マスターはどこだ！お前がマスターか？一度の敗北でクビだって？なかなか気合入ってんな。だったらお前も、俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん。自殺行為だ。ふぅむさま。自分のところの仲間を仲間と。何の話か、わからねえだと？逃げんのか？俺と勝負しろ！
今宵の宴もこの辺でお開きにし。ああ、世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党へ。どうだろう、さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともでき。ごめんなじゅー。ハッピー、クソ。部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件。おいら、入り口で捕まえちゃって。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。決着は大…お前らな…ギルドなら、仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。仲間…俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか。夏、ドラグニル。ちゃん、プール行かない？プール？うん、近くに大きい。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。って、くつろぐの早っ。気にしたら負けよ。はあ、っ、はい、あもう、ジュビア、グレー様と一緒に泳ぎたかったです。終わったらまた来ればいい。みんなで。それじゃ、明日からも頑張らなきゃね。セ
回応援するよ。ブレイ様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。遅くなってしまった。誰だ？ギルドに入ってたのか？ショーやウォーリーも同じ。そうか、本当に元気そうで何より。それにしても、いつか手合わせ願いたいものだ。そうなのか？ずいぶん物騒な名前。これは国防大臣殿。あれと、一刻も早く。国防大臣殿、予算組み、あとは精霊魔導士がいれば、エクリプス。これより計画は、フェーズ4、プラン B に移行。あなたがエクリプス計画反対派だということは、すでに終了。王のためなら、国のため、世界を変える扉エクリプスの前では、精霊魔導士が二人もいるのだ。止まれるも、十二の鍵が揃う、ゼレフ。大会は5日間。三日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ。はい、今日もがん、妙に張り切っ、なんでもないよ。え、私に振るんですか？ふーん。よっしゃ！よし！そうだわ。ミラさん！あら。え？ええ。ほう。そうだな。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おほー、よし、わりゃ、開け。愛が精霊を強くする。レグルスインポスト。なかなかやるでしょ。ああ、あ、え、よっしゃ、行っちゃいくか。アイスメイクハンマー。へ、楽勝だぜ。おりゃ。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。フォトンスライド。よし。ああ。
切られたいものからかかってこい。痛いわよ。さて。暴れたんねえぞ。ん？ん？おりゃ！ん？ルーシー。よし。よっしゃ！行っちゃいくか！開け！四肢球の扉！レオ！愛が精霊を強くする！レグレスインパクト！よし。帰ってきたぞ。やるじゃん。やるじゃないの。グレー様。げ、またこいつと二人きりだと。いや、なぜですか。二人だけでは危ないというならご安心を。だってな、お前。お、ルーシー。え、俺たちと一緒に仕事？別にいいけど。やっぱり、やめとこうかな。いやいや、遠慮するな。それじゃあ、俺たちで行くってミラちゃんに伝えてくるぜ。群れ、本当にいいのかしら。よう、サラマンダ。ああ、な。お前ら、天狼島から。いや、あれはし、ん？少しは強く。一対一の真剣。サラマンダか。暴れたんねえぞ。ナイツ、カジル、二人とも大丈夫？まだだ。それは、お、ごはん。うむ、サラマンダ。今度から仕事に行く。ギヒ、楽しみにしてるぜ。
ね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。アイスメイクフロア。グレンカリュウ君。アイスメイク、アイスブリンガー、ゲッセン。その輝きをもって我に姿を示せ。テトラビブルスは我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世光裏のメトリア。アイスメイクフロア。ルーシーキリーク。グレンカリュウ君。Thank you.
開け。愛が精霊を強くするレグルスインパクト。ボトンスライド。ガリオン却下。四死球の扉レオ。ボトンスライド。アイスメイクハンマー。よし、俺たちの勝ちだ。やりますね。頑張っておるの。よし。頑張ってね。どこに行こうか。ここに行くぞ。
ジュビア。はい。なるほど。切られたいものからかかってこい。熱流奥義行くぞ、ペンタグラムソード。たあいもないな。宝箱か。切られたいものからかかってこい。熱流奥義月戦ギヒー決流剣切り刻みます。ウォータースライダージュビア、愛してる？やられる覚悟はできてんだろうな。熱流奥義鬼神
月戦楽勝だな、ギヒ。デスルーソー鬼神
帰ってきたな。男だな。負けてらんねえ。どうしたの、ウェンディ。あ、これは。